はいどうも皆さん、こんばんは。今日も、今夜もやってまいりました、フラチナリズムの暇なんです。今日は私、ベースの竹内和弘の回でございます。えー、1時間ぐらい配信していきたいなと思っておりますので、えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。最初にえ言っときますとですね、えー、今日は、 えー、ベース雑談パート2ということでですねこの間、ちょっとベースってどんな楽器なのとか、ベースってどういう役割、バンドの中でやってんのみたいなのを、まあ、僕なりの言葉でですねお話ししたんですけれども、その続きをちょっとやっていきたいなと思っております、えー、ドラムパターンをですね実際に出しながら、こうやってベースが絡むとこんなにリズムの感じって変わるんだよとか、えー、そういうのをですねやっていきたいなと思いますので、ご興味ある方は最後までご覧ください。よろししくお願い,いたします はいこんばんは皆さんありがとうございますえ今日もこんばんはですねこの段階のコメントをくれてる方から読んでいくじゃないとあれじゃないからキリがなくなっちゃうからねマミィさんこんばんはメグマロさんこんばんはじゅんつーさんこんばんはマスメミーさんこんばんはこんばんはえっとキンちゃんこんばんは南ンさんこんばんはまこさんこんばんはこんばんはまみさん自分で動くスタイルあそうねはい レック大丈夫はい録画しておりますネミさんワミさんこんばんはヨコさんこんばんはこんばんはネクストネミさんこんばんはこんばんはしおりさんこんばんはこんばんはマゾカさんおばんですおばんです神飛行機さんこんばんはこんばんはマサさんこんばんはこんばんはバブルの友ゴーシさんこんばんはこんばんは面白いアイコンはいということでやってまいりましたあさっていう方もいらっしゃいますね そうですね。あ上ぬっくんさん、こんばんは、こんばんは、しょうこさん、こんばんは、こんんばは。のミさん、こんばんは、こんばんは、めぐまるさん、こんばんは、こんばんは、ゆめマまさん、こんばんは、こんばんは、あこか小えさん、こんばんは、こんばんは、やすきちさん、こんばんは、こんばんは、そうか、これはあれか、アイドリングしてるときに皆さん言ってくれてるんですね、アイドリングしてくれててしるときにコメントしてくれるのも、あれですね、面白いですね、ありがとうございます。はい ということで、えー、実際にです、ね、やっていきたいなと思いますけれども本日のメニューは改めましてこちらベーース雑談パート2、えー、ということでですねあのー、ちょっとこう普段ベースってどういう役割をしてるのってバンドの中でまあ そういういことをちょっとね、話していきたいなと、実際にね、弾きながら話していきたいなと思うんですけれども、何から話そうかな、前回ね、パート1の時は、なんかこう、ベースってこういう楽器っていうのを、その形から、ここにこ、これがこういう名前でみたいな、ここのこういうつまみはこういう作用でみたいなことをやったんですけれども、まあ、それはちょっとね、前回やってますので、そこは飛ばしたいと思います。そこは飛ばさせてください。 ぜひとも皆さん、あの、YouTube にね、あの、暇なんですのアーカイブ上がってますので、そこで、えー、ちょっと惹かれた方はですね、チェックしていただきまして、えー、今回はその続きからやっていきたいと思います。はい。というのも、あの、前回本当ね、全部やるつもりだったんですけど、あの、僕のペース配分がですね、えー、悪くてですね、ペース配分が悪いというか、その、最初の企画の段階で、まあ、1時間に入れない内容だったんでしょうね。 そんなに別に長く、一個一個長くやったつもりはないんですけれども、それでちょっと前回やった時にやりたかった内容が入りきらなかったということで、その続きをやりたいなと思います。で、何をやっていくかっていうと、ベースって、さっきも言いましたけれども、ベースってこのバンドのアンサンブル、アンサンブルっていうのは何て言うんだろう、合奏ってことですね。バンド、フラチュラリズムで言うと、ベースがあって、 まあドラムがあってギターがあってボーカルがあってあと他の音もねこうあってまあそれを合奏することですね合わせて演奏することアンサンブルっていうんですけどまあその中でベースってどういう役割をしてるのっていうことをちょっと話していきたいと思います皆さんだってあれですよねあんまりそういうところに触れる機会ってない,んでないと思います。 あの普段ね、あのー、聞いてると、音楽とかね、聴いてくれてると思うんですけれども、いろんなね、僕たちだけじゃなく、音楽聴いてると思うんですけれども、まあ、もちろん、なんとなく聴いて、全体で聴くのが一番、まあ、いいわけですけれども、何度も僕はね、言いますけれども、全体で、えー、なんかいいなとか、なんかかっこいいな、この曲、なんか、えー、胸にぐっと車があるなみたいな、そのなんかで全然構わないんですけれども、まあ、こういう僕一人でね、ベースをしょってですね、 肩にかけてしょってねえわ。ベースをぶら下げてですね、やる配信はね、まあそこよりも、もうちょっと違うところに行きまして、じゃあどういう風に、えー、その何回いいを作ってるのっていう、えー、ところをですね、ちょっとフューチャーしてですね、話していきたいなと思います。はい。ということで、えー、前回のおさらいからやっていきたいなと思います。えー、前回ですね、ベースって、 僕のあくまで本当に僕の持論ですけれども、ベースってバンドの中でどういう役割なのっていう、えー、ことなんですけれども、前回やりました、皆さん覚えてますか、ベースってズバリバンドの中間管理職と言いましたね、まあ、本当にすべ、えー、ての音楽、すべての楽曲に対してそうじゃないんですけれども、まあ、ざっくり、まあ、フラッチナリズムというバンドの中で、えーまあ、ベースを担当している僕が、えーまあ、自分で思う、そういう役割ですね。もちろん あの楽曲によっても、同じ僕たちフラチナリズムの中でも、楽曲によってえまあ違ったりもするんですけれども、ざっくり言ってってことです、細かいことは抜きにしてですね言いたいと思います。中華管理職っていうのは、ですね本当にえドラムが作ってくれたリズム、リズムっていうのは、僕たちみたいなポップミュージックをやってるですねバンドにとっては、必須なものでございます。打楽器ででであるるドラムムがですすねね土台となるリズムを作っててくれてです、ね まあそれに、えー、いろんな、えー、音階を奏でる楽器が乗っていって、まあ、最後にボーカルが乗って、まあ、最後じゃない時もあるんですけれど、まあ、そういうふうにして一つの楽曲ができてると、えー、じゃあそのベースっていうのはどの立ち位置にいるかっていうとドラムが打ち出してくれるリズムに、えー、プラスアルファで作用させることができるしリズムとして、えー、貢献することができる。それに えー、ですか音階のある楽器として音階のある楽器として、えー、楽曲の中のハーモニーにも参加することができるというところですね中間管理職っていうと結構マイナスなイメージがね多いと思うんですけれどもそういうことじゃなくて中間管理職ってすごく、あのー、実は大変ストレスがもしかしたらたまる。 ポジションかももしれれませんけれどもでも実はそこを次第で上も下も右も左もいい風にすることができるということですね。いい意味でのなもちろんそのこれはまた別の話になるんですけれどももちろん主役になることもできるし、えー、まあ,あえてベースだけで言いますとこのベースを主役にしたみたいな楽曲だったり、まあ、楽曲の中の一部だったりも。 おあるわけけですけれどもまあそれはそれで特殊な例として、えー、置いといてですね本当にその、うん、リズムとそのハーモニーの中のそこをうまくこう作用させる大事なファクターのになってるわけですねベースっていうのは。だそういうところそういう意味でベースはバンドの中間管理職という私はね、えー 目打ったわけけですけれどもじゃあ実際どういうことなのっていうのをちょっとね、えー、やっていきたいなと思います。前回のおさらいからになってしまうんですけれども、まあ、今回で初めて見てくれた方もいらっしゃるかもしれませんからね、あの前回見てくださった方もですね、復習のつもりでちょっとお付き合いいただけたらなと思います。ということで、えー、ドラムパターンを用意してあります。これに合わせててベースを弾いて えじゃあどういう風にベースが変わっていくとお、そのドラムが作ってくれたリズムに、えー、上乗せ、どう上乗せされていくのか、そさっき言いましたけれども、そのリズムにスパイスを加えることもできるし、ハーモニーにこう土台を与えることもできる、まあ、そういってどういうことなのっていうところをですね、ちょっと実践してやっていきたいなと思います、こんなドラムパターンを用意しております。 はい、こんな感じです、ね、これに、えー、どういう風にベースが絡むことによってどう変わっていくのか、えー、ちょっと実践していきたいなと思いますまずはリズムとしての役割ベースのードラムよくリズム体って言いますよね皆さんねドラムとベースはリズム体って言いますそのリズム体たるゆえんじゃないですけれども、えー、そのリズムというところに特化した状態一番まあシンプル、まあ、シンプルだけれどもうんまあどうでもいいわけじゃなくまあ非常に よくね、基本として言われている、えー、8ビートのリズムをちょっとやっていきたいなと思いますこれはどちらかというと本当にドラムが打ち出すリズムに同じ形のままこう合わさってですね傘を増すみたいな傘を増してドーンみたいなパターンでございますちょっと聴いてみてください、うん はいこんな感じですねこれは、えー、やる前にも言いましたけれどもあのー、ドラムがこう打ち出してくれてる作ってるビートに対して別にその変な癖をつけずにですね「ああそうきたそうきたおっきょうきょうきょちょっと俺の方でちょっとだけ増しとくわちょっとだけ俺も同じことやってちょっと攻撃力高めようぜ」みたいなドラムが作ってくれた感じを、えー、そのパターンが今の感じでございます。すごく スタイルなんですけれどもう今でもずっとこれなんか一番なんかみんなが分かりやすいあれなんじゃないですかベースってこんな楽器だよねっていう時に何かブンブン言ってるよねみたいなまあまあそういう風にみんなもですね話に出すかもしれないなと思えるぐらいすごくオーソドックスでベーシックな役なんですけれどもえリズムでの押し出しっていうのはこういうことですね。ドドララムムと全くのの打ち出すビートに対して同じもを 重ねることによってそのリズムを強くするという、この印象を強くするということでございます。じゃこれに例えばリズムは同じまま、で例えばハーモニーみたいな曲に対するハーモニーのそっち方面に行くというかその要素を加えるとどうなるのっていうのをちょっとやってみたいと思いますね。リズムはそのまま。 まあ、ドラムもそのままですベースもリズムはそのままなんですけれども少しそのハーモニーよりに、えー、変わる寄せると寄せるというか要素をプラスするとどうなるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。<music> ここのよようなことでございますよ皆さん今はずっとベースは、まあ、8, 8ビートっつってね8吹きっつってずっとこう弾いてるわけですよ。それはさっきの1回目と全くち変わらないんですけれどもまあその、まあ、ハーモニーっていうかメロディーをメロディーつか音階をつけてあげる。 なんて説明したらいいのか分かんないけれども、えー、それをやることによってまたちょっと色が変わるじゃないですかこれはリズムは一緒だけどおーハーモニーに対して少しこうプラスしているというところですね全くリズムは同じなんだけれどもまあ印象は変わってくるじゃないですかこういうところが、えー、ベースの中間管理色たる遊園なんですけれどもじゃあ次はですねドラムは同じパターンですけれどもリズムにプラスして えどういうい作用をするか今は、さっきはドラムと同じものをやって、ドラムが出しているリズムをまあちょっと強めるみたいな役割をしましたけれども、今度はドラムがやってるパターンと違うパターンが、違うパターンをベースが弾いてですね、それによってこの折りなすみたいな。前は、前はこの,この2つがこう、 重なって2本が重なって強いみたいな感じでしたけどちょっと違う角度のこれをやることによって全然見え方がこう変わるじゃないですか分かりませんこ,、はい、こ,こうかこうこうかこうです今回はこういうバージョンちょっとやってみたいと思います もうこれはね、まあその、ドラムパターンが8ビートっていうパターンなんですけれども、これに、ベースはその倍のリズム、16ビートっていうやつがあるんですけれども、今回は、ちょっと話し取れるけど、0ビートやらないように気をつけるからね。0ビートやっちゃったときは、教えてください。0ビートっていうのは何かっていうと、俺これ、ベースを実際弾くときはね、声のやつを切るわけですよ。で、あのー、 こう弾いた後に喋ろうと思って喋ってるんだけれどもそのソフト上でねあの声を戻してなくて声がみんなに届くように戻してなくて全然そのパントマイムみたいになっちゃった状態がですね前回ありましてですね、まあ、それをですゼ、ね、ロ、えー、ビートっていう俺が8ビートとか16ビートとか <laughs> やいのやいの言ってるからお前のその声聞こえない状態はゼロビートだっていうのをです、ね、コメントで言ってくれた方がいてですね素晴らしいなと思ったんですけども、まあ、今日はそのゼロビートになに気をつけますけれども。まあ 話を戻します今のが、えーまあ、ドラムは8ビート、えー、ベースは16ビートおーこういうふうにやった時にどうなるのかちょっとやっぱ見え方変わってきますよねすごくうんその2人が違うことをやってそれが重なることによってまた違うものが、えー、出来上がるとお、まあ、そういうのが今の例でございます、まあ、今は結構、まあ、すでに ハーモニー的なベースライン的なねメロディー的なのをつけてしまったんですけれども、まあ、これがつかないと逆に順番逆になっちゃいましたけれども単純に16分のリズムだけだとどうなるかっていうのをちょっとねじゃあ次やってみたいと思うんですね。 こんな感じですよ。これがまあリズムだけをずらした感じですね使ってる音はもう一つだけ。でじゃあこれにハーモニー的な要素を加えるとどうなるかっていうのをちょっとさっきやりましたけどももう一回ちょっとやってみたいと思います。 こういう感じになるわけですよね。えー、だんだん皆さん、あのー、掴んできてもらってますでしょうか別に使わまなくたっていいです。なんとなく、あ、違う。あ、あれ違う。これだけで全然いいです。なんか楽しいなと思ってくれれば、もうそれで僕は十分でございますので。はい。ということで、ドラムが同じパターン、まあ8ビートというパターンで、ベースも8ビートの時と、おーベースは8ビートで、 違違うう、ドラムは8ビートでドラムが16ビート8ビートって言ってるのに16ビートってどういうことだろうね8ビートって言いやすいけど16ビートって言いにくいじゃんねでも8ビートって言わないあこれミュージシャンあるあるだわこれミュージシャンあるあるね8ビートのことは8ビートと呼ばないのに16ビートのことは16ビートって言うわ言いやすいからだろうなはい終わりじゃあ次はですね 16ビートを強めるというか、ドラムも16ビート、ベースも16ビート。そうなってくるとどうなるのかなっていうのを、ちょっと聞いてみたい、聞いてみたいと俺がやるんだけど <laughs>、ね、聞いていただきたいなと思います。ドラムは16ビート、えー、ベースも16ビート。これはさっきの8ビート、8ビートと同じでですね、2人が同じことをやることによって、えーまあ、その効果を強めるということですね、ちょっとやってみたいなと思います。 はいいかこうスカツカパンスッパッカタンスッパッカタンスカツ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 カテンっていう感じがやっぱ増えますよね両方16をやるとねまあ本んにあの16ビートって非常にこうんていうんだろう軽快な リ,リズムを出すには非常に、ね、あの大事な要素でありましてもうダンスミュージックとか、まあ、そういうのはねうーん、まあ、ダンスミュージックっつっても最近最近というか EDM とか、まあ、そういうところではなく結構昔のディスコ的なディスコミュージックみたいなものにはですねもう必ずと言っていいほど要素として盛り込まれてるものでございます。ね これが 16×16 16。じゃあ次は、えー、さっき最初にやった、あのー、役割をですね、交換しましてで、ドラムは16、ベースは8だとどうなってしまうのとおーいうことをちょっとやりたいと思います。 はいどうでしょうなんかさこうさっきの 16×16 16があもうひたすら本当にこういうあんあああんあんんあんんあっていう感じに比べてまあその要素は多少あるんだけれども何て言うんだろうなんかこう歩きながらその場で踊ってるというよりはちょっと歩きながら体を揺らしてるみたいなそんな印象が。 あるよううに僕はは思いますけれどども皆さんはどうでしたかねこれがドラムが16ベースが8だった場合ですねでこれってこの間もやったんですけれどもまあおさらい的な意味でもう一回言わせていただきますけれども 8×16 なわけですよ今の要素ってじゃあ最初にやったドラムが8ベースが16とドラムが16ベースが8 これは両方とも要は 8×16 のリズムなんですけれどもどっちがどっちをやるかによって掛け算としては同じなんだけれども全く違うものになるというわけで,ですねここが音楽の不思議ですよね数学だとえ例えば 8×16 は,は128じゃないですか 8×16 は128だし 16×8 も128なんですよけど 音楽ってそうじゃなくて、えーまあ、どっちが 8×16 なのか 16×8 なのか、まあ、順番はどっちがベースとかあのドラムとかあんまないよ左がどっちとかはねだけれども、まあ、それが入れ替わることによって、えー、全く答えも変わってくるというのが、えー、結構音楽のね面白いような、えー、ところでございますけれども、えー、じゃあですね ちょっと次おもう結構30分ぐらいになったらいかがですか皆さんちょっとコメントコメントと結構ねこのスタイルだと自分がこう,こうずっとずっとやっていくみたいな感じになるので、えー、時折ちょっとコメントを拾ってですね、えー、喋っていきたいなと思いますねほんほんほんありがとうございます踊られ要素が増えていく <laughs> なんかあのこういうの こういういのってどう,いうどういうことなんですかとかあまあそういうのあったらコメントで言っていただければねえさっきも言いましたけれどもお全部答えられるかはちょっとわ、えー、からないですけれどもそうなっちゃったらごめんなさい、えー、そうですけれどもできるだけ答えていきたいなと思いますこのタイミングでねゼロビートやったらツだよ <laughs> 今のところゼロビートないっしょ最初のドゥイン好きあ最初のドゥインねそこに注目していただきましたありがとうございますこれね <laughs> はい大事なポジションああ大事なポジションねあもちろんもちろん全部大事なんですよあのー、それはちょっと誤解のないように、えー、お伝えしておきますともちろん全部大事なんですよまあベースはこういう役割だよという話なわけであってねベースはバンドの中間管理職竹内さんはフラッチのおかんおかんなんですかね はいはいはい、あ,ありがとうございます、皆さんね。聞き比べると違いが分かりやすい、あ、なるほど、今回も分かりやすい、あ本当ですか、ありがとうございます、なんかこう、あまあね、どうしたらこう皆さんに、ゴールはどうだっていいんですよどう、結局どう思うかは皆さん次第ですから、お一人お一人、あなた次第ですから、えー、どうでもいいんですけれども、まあ、こう自分がこう言わんとしてることがちゃんと伝わってるかなどうかっていうのを、えー、非常に心配ですけれども。 なんかこうしてくれた方が分かりやすいとかもね、あったらね、ぜひともコメントしていただければ、答えれるものには答えていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ、ということで、じゃ次はちょっと、お話を進めまして、で実際、フラチナリズム、まあ、僕のやってる場のフラチナリズムっていうんですけれども、ぜひチェックしてください。あのー、知らない方はね。 あのー、やってるんですけれどもフラチュアリズムの楽曲の中でじゃそれをどういう風に、えー、使い分けてるというかどういう感じでやってるのか今こう実践して、えー、やったことをですねどういう風に自分のバンドに、えー、落とし込んでるのかというところをちょっとやってみたいなと思います、えー、まずはですね、あのー、僕たちの「ひな壇芸人行進曲」という曲がありまして、えー、それで、えー、ちょっとやっていきたいなと思いますというのもですねあの前回の前回というか 前回ではないな、結構前ですけれども、自分のバンドの曲を解説するっていう回をやったんですけれども、まあ、そこでひな壇芸人行進曲、えー、っていうのをです、ね、取り上げたので、まあ、分かりやすいかなと思って、えー、同じのをやりたいなと思います。ぜひともおこれ聴いてもらった後に興味ある方はです、ねえー、チェックしていただければね、幸いでございます。さあ、ひな壇芸人行進曲という曲でやっていきたいなと思います。まずは、えっと、テンポを、ね、ちょっと、ね、落として、ねえー、やっていきたいなと思うんですけれども。 えー、こんなドラムパターンこんな感じですまず <music> まあもう結構おポップミュージックとか J ポップにはまあ使われてる疲れがちな リズムですよ、ね、どっちタンチどっちタンチどっちタっチまあこれが僕たちの「ひな壇芸人行進曲」という曲にもですね、えー、サビで、えー、使われてるわけですけれどもおまずはじゃあこれに対してどういうベースラインをつけてるのか実際の曲と同じベースラインをちょっと聞いていただきたいなと思います。 これはえー、っとですね先ほどの式というか8とか16とかね、えー、それに当てはめるとドラムは8ビートなんですよまあでもあのー、手法は違うよ同じ8でも手法は違うよさっき俺がやってたのはチチッで今のはどっちタンチどっちタンチどっちタンチ だから、同じ8ビートの中でもまあいろいろ種類があるわけです。まあ、それによっても変わってくるからもう、もう話そうと思ったらもうね、尽きることがないんだけれども、まあ、それはまたの機会で、えー、話としてですね、まあ、8ビートなわけですよ、使ってる音符は、音歌は、音歌っていうのは音の長さね、あのー、8ビートなわけですけれども、でそこにベースがー16部。 で、で言ってるわけです。まず大雑把に言うと、えー、ドラム8部、えー、ベース16部なんですよねその要素はどこに入れてるのかっつったら、えー、前の解説のを見てくれた方は分かると思うんですけれどもこここここのここっすねここに16部の要素を入れてるわけですよまあだからベースはーまあすごい一瞬だけ16部の要素を入れてるんですけれどもまあ ベースが16分の要素を足してるとお。そういうリズムなんですね。これが実際の僕たちのひなたん芸人ー式楽曲の中でもやってることなんですけれども、じゃあ、ちょっとここで実験というか、えー、試してみたいことはですね、違うパターンだったらどういう感じに見えるのかと、同じコード進行で、えー、違う感じにやったらどうなるのかっていうのをちょっと聞いてみ、聞き比べていただきたいなと思います。まずは、両方とも、あれだったら、8部だったら、このベースの ここの「トンとペこれがなかったらどういう風な聞こえになるのかっていうのをまず聞いていただきたいなと思います。 あれが1個あるのとないのとじゃあもう全く違いますよね。どうでしょう皆さん。全く違う感じに聞こえませんでしたか単純に1つのまあ1小節の中に1、2、3、4これが1小節ね。この中に16部の要素を1発入れるか入れないかだけの感じなんですけれども全く感じ変わってきますよね。これはこれでありですよ。 これはこれでありこれが、えー、ベース8あドラム8のベースも8の感じですねじゃ次はドラムがあベースと同じところにアクセントをつけてくれてベースの「バぱ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 んぱ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 んにんぱんぱんぱんにんぱ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 ん ビートだね <laughs> これはこれで、ね、すごくいいね、あのー。これがベースと同じ、えー、アクセントでドラムが叩いたらどうなるかという音なんですけれどもじゃあ実際にちょっと聴いていただきたいなと思います。 ドんペぺンんぺ感、めっちゃ強くなったでしょんちゃ、んちゃ、んちゃ、んちゃがものすごい強調されるじゃないですか。やっぱりベースもドラムもそこにアクセントを置くと。あよしあしではないですよ。よしあしではなく、本当にそういう感じ、もう本当に、んぺ、んぺ、んぺ、んぱんぱこれをとにかく伝えたいみたいな <laughs>、えー。そういうのがすごくわかると思います。 まあ、あ次は別のパターンとしてドラムはこのまま「うんぱ、うんぱ、うんぱ、うんぱんぱ」の感じでベースはさっきちょっとやったそれがないパターンですね。でちょっとやってみたいと思います。 はいいここんな感じですすれも違いますよ、ねえー、さっきちょっと言いましたけれども 8×16 なのか 16×8 なのかで全然変わってくる、えー、この感じがすごく分かっていただけたのかなと思いますけれどもおまあいろいろパターンがあるわけですよ同じところに16部にアクセントを置くのか置かないのかまずは、えー、そしてどっちがやるのかもしくは両方やるのか これによって全然変わってくるわけですよね。で、えー、まあ僕たちは、その、一番最初にやったこれ実際の楽曲の使われてるやつですっていうのを,を選んだわけですよ。どれを結局選ぶかなわけであって、えー、僕たちはドラムはそのまま8部で、ってやってもらって、今16部でいっちゃったな、十口は。<laughs> で、ベースはここにアクセントを入れる。 っていうのがいいねってなって楽曲にまあそのまま盛り込んだわけですよねまだ実際どういう感じなのかっていうのを僕たちが選んだのはこういう感じっていうのをもう一回ちょっと聞いていただきたいなと思います踏まえてこれを選んだというはい失礼しましたちょっと聞いていただきたいなと思います ここれれですねがが我々があ選んだ、えー、道でございいまますす、はいまあ、全然違いますよ、ね、本当に、えー、誰がどっちがやるのか同時にやるのかどっちもやんないのかどっちもなお俺もやんない俺もやんない俺もやんないなのか <laughs> 俺もやる俺もやる,もやるなのかもしくはどうぞどうぞどうぞどうなのかねそれで全然違ってくると思います。 ではその感じをちょっと面白いじゃないですか、この感じ。なので、また違う曲でやってみたいと思います。えー、次に、えー、題材としてあげるのは、僕たちのいきなり素敵という曲でございます。これも前回、えー、前回じゃない、以前ね、俺が、あのー、自分のベースラインを解説するってやつで取り上げましたので、えー、ぜひとも気になった方は YouTube でチェックしてみてください。えー、まず、ですね同じ今のひな壇芸人行進曲という曲とお、同じ手順を踏んでいきたいと思います。まずは実際 実際の楽曲はどんな感じなのかっていうのをね聴いていただきたいなと思います、うん、はいこんな感じです これはねもうねうんベースはやりたい放題ですよやりたい放題というか16リタイ放題ですえ16リタイ放題ドラムはあのドラムもね16ビートを出してくれてるわけですよこのドラムパターンだとチキ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 ワン、ツスリー、フォーに対してチキ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 で ハイハットと言われている、呼ばれる楽器で、16部を刻んでいるので、ドラムもその要素を出してくれてるんですけれども、そこにさらに、ベースがふんだんにアクセントを入れていく。というので、いきなり素敵というところのリズム、いきなり素敵という曲のリズムセクションは成り立ってます。結構、ドラムはずっとチキ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 チチキキって刻んでくれる感じなんですよ、16に。ま そここにに合わせたらどううなるのかっていうことですよね逆にね逆まずそのドラムのチキ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 に合わせたら <laughs> すごいことになるけどどうなるかちょっとやってみますかじゃあ2人ともその感じ出したらどうなっちゃうのっていうのちょっとやってみましょう これもあるよもう全然かっこいい。まあでもこれだと要はあのいきなり素敵じゃないですよね。<laughs> じゃないですよね。このドラムが作ってくれた基本のリズムにベースがもうちょっとこのいろんなところにアクセントを、まあ、ずっとやるわけじゃなくて、まあ、足し算引き算でてですね、えー、入れることによっていきなり素敵のリズムが成り立ってるわけです。もう一回ちょっとじゃあ今の全部をやると。 ドラムのやつに全部い全部載せお前と同じ形を俺っていうのでやるとどうなるかっていうと今みたいな感じなんですよねはいで、えー、じゃあ次はうーん逆にですねうんといきなり次のリズムっていうのが、まあ、ベースラインのリズムがあるわけですけれどもこれにフレーズを入れないで単純にリズムだけ 同じリズムで入れたらどうなるのかっていうのをちょっとやってみたいなと思います。まず、いきなり席が形成される順番として、まあ、ドラムがこういうのを叩きます。それにベースがリズム的にどういう風に乗せるか。というのと、で、最後に、じゃあそこにどういうフレーズを入れていくか。まあ、音階的な。 そこで段階でちょっと説明していきたいなと思うんですけれどもまずはじゃベースはこういうリズム乗せますよっていうのを、まあ、そのフレーズメロハーモニー抜きにしてちょっとやってみたいなと思います実際はなんですけれどもこれのリズムだけ抽出したバージョンちょっと聞いてみたいなと思います。 聞いてみていただきたいなと思います。なんだほら、ちくしょう、俺め。ちゃんと喋れ。<music> こんな感じでございます。 まあちょっと変わりますよねそれ。リズムの感じが変わりますよね、さっきの,あのよりは全然違いますよね。これが、えー、一番初めに言ったことでいうところの、ドラムと違うものをやって、えーまあ、新しいリズムを、新しいリズムというか、曲に対するリズムを作っていくっていうところですね。 じゃあ、ここのリズムに、えー、寄せたら、寄せるというか、えー、フレーズ、メロディー、音階、これを乗せたらどうなるのかっていうのが、まあ実際の曲で使われてるやつなんですけれども、もう一回ちょっと聞いていただきたいなと思います。リズムは今のまま。これにフレーズを足す。 まあこういう感じになるわけですよはい。じゃあ次は、えー、ちょっとお遊びですけれどもベースのフレーズのリズムに全部ドラムが合わせていったらどうなるのっていうのをちょっと聞いていただきたいなと思います自分で作ってて笑っちゃったんですけれども、うん、やかましいですね <laughs> まあちょっと聞いていただきたいなと思います、えー、今のベースのリズムにドラムがバッチリ合わせた場合どうなるのか これもこれでかっこいいんだけどねバチバチ合わせていくぜみたいな、えー、感じでですね、まあ、これはこれでかっこいいんですけど、まあ、こういう感じになるんですよねまあ、本当にそのリズムが強くなりますよねそのなんかこう「っうっ,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 っていう何て言うんだろう引っかかりが強いっすよね引っかかりが多くなりますよねベースに合わすとね このリズムに合わすとね、ちょっともう一回やっていいですか。面白いんで、もう一回、もう一回全合わせ。ベースとドラム全合わせ。まあまあ、もう一回同じことやったんですけれども。 おまあね、こういう可能性もあるわけです。まあ、もちろん、今、全合わせと、実際の曲、こういう感じですよっていうのを聴いてもらいましたけれども、その中間もいろいろグラデーションあるわけですよ。じゃあ、えー、この一瞬のスネアドラムと言われる、ターンってなるやつですね、それをまあここだけ抜こうとか、逆にここは抜いて、えー、ここにはさっきなかったけど足してみようとか、そうすることによって、全体がもう、 まあ全くそ,のそこのねリズム全体が変わってくるわけですけれどもグラデーションはいっぱいあるんですけれどもまあ結構曲論みたいな曲論と曲論みたいなねえ比較でね皆さんにちょっと聞いてもらってますけれどもまあそういう中でういきなり素敵という曲に関してはですねドラムがああいうふうにやってベースがこうやっていろいろアクセントがみたいなね。 こういうようなアクセントとかをまあ入れて、えー、まあいきなり一席におけるリズムセクションを作ってるとお、まあ、そういるうと、そういうことでございます。もう本当にベースって中間管理職なんだよねっていうのが、非常にうん分かっていただけるのではないかなと思っておりますけれども、分かっていただけたのなら、えー、皆さん幸いでございます。すいませんんね分かかりづららったらごめんなさい俺の実力不足 まあ、勉強します。あただ、えーまあ、こういうことに、えー、なっております、まあ。それゆえのベースは中間管理職っていうことですよね。非常にプラス的な中間管理職ですけれども。そうすると、じゃあ、コメント読んでいこうかな。難しい難しい難しい。あ、さっきのやつね。<laughs> そう、複雑。でもそれ、それがいい、そ,のそれを例えばう、よしとしてね。 楽曲にすするるパターンもあるからねね面白いですよ、ね、シャキシャキしててキャベツみたいな音表現が面白いなるほどねめっちゃぴったりくっついてるそう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 なんですよね16りたい放題言いたいだけそう16りたい放題なんです弾き方弾け方が違うね強炭酸か微炭酸かあまあそういう、うん、非常にそういう,うその例えはね しっくりきますね。わかりやすい。まあもちろん全部美味しい。飲み物として全部美味しいけど、京炭酸か微炭酸かみたいなね、ことですよね。雰囲気から全然違う。うん、こんな感じにしようっていうのはどうやって決まってくるんだろう。ああ、いや、それは、えっと、まあ、やってみて、聞いてみて、まあ、やってみたもの聞いてみて、おぉ、こっの方がいいねとか、まあ、メンバーお互い、えー、提案しつつ、 うー決めていく感じですね、まあ、いきなり「一石」という曲に対しては最初は全然こういう感じではなかったんですけれどもあ俺がこういう風につけてこういうのどうってやったらまあいい,いいねっていう感じになったので、まあ、これにしたっていう感じですね。あのー、まあ最終的には、えー、みんなのアイディアを出したものを聞いてみて、えー、引き算したり足し算したりして決まっていくって感じですね。ラムさん そんな感じです竹内スパイスがちりばめられてるやつそうなんですよもう前回見ていただいてるやつですねありがとうございますはいこんな感じですねいいな本当面白い,いやありがとうございますだいぶ分かってきたかもあ本当ですかありがとうございますもうね面白いっしょ 本当にあの何、ー、て言うんだろうねやってて楽しいっす。なんか結構、えー、こういうのを生み出す時にはまう、あ、うちの場合田村さんがアレンジしてくれるう全体をまずアレンジしてくれることがもう95%以上ぐらいあるんですけれども、まあ、そこに対して、まあ、どういうふうにあ スパイスを入れていくか。まあ、別にスパイス必要ない場合もあるわけです。このままで、あ、素晴らしい。これめっちゃいいじゃん。このままやろうよ。俺も弾いてて楽しいし。っていうのもあるし、えー、いきなり素敵みたいにもう180度書いちゃったやつもあるし。まあ、その、うん、どういうふうにこの楽曲に対して、まあ、いい味付けのスパイスの一つとなるのかっていうところを模索していくのってすごい楽しいですあの。僕も楽曲のアレンジとか、 あするときはですね、まあ、家でひたすらねそのベース抜きの音源をですね流しながらベースをこういやいや違うないや違うなだからやりながらまあこんな短いスパンじゃないよ、まあ、それぞれ録音実際してみて、えー、自分で聴いてみて、えー、いやまあちょっと違うかなみたいなのを 何回も繰り返して繰り返して、えー、皆さんのね耳に届く形にしてるわけですけれどもねなんかぜひあの質問あったらコメント結構ね今俺が前回取りこぼしたやつをやりこぼしたやつをね、まあ、結構できて、まあ、今のところあと10分ぐらい時間あるのでぜひぜひちょっと雑談がてらやっていきたいなと思いますああそうですよ 手作り感が伝わってとてとも楽しい、ね、あ,ありがとのごめんなさい質問してくださいって言っといてちょっと僕先に言わせていただきたいことがあるんですけれどもあのー、あでも質問も全然してくださいねあのー「a n というアルバムがですねえご存知くださってる方はご存知の方は、えー、いらっしゃると思いますけれども新しいアルバムを6月17日に出すことを発表しましたこれもまあ本当に うーんさっきも言いましたけれどもうーんまあベースとしてね、まあ、楽曲全体のに対してもこうやっぱりみんなそれぞれね意見を言い合って、えー、一つの形になっていくっていうところが全部あるわけですけれどもまあベース一つだけに、えー、フィーチャーして今言うとですねやっぱこうあこういうこうかなーみたいなちょっと弾いてみようこれでこう。 で聞いてみて。あー、違うな。いや何が違うんだろうな。ちょっと、え、どこだろう全然分かんない。ちょっと試しにやってみるか。みたいな。おお全然いいじゃん。これ、え、今の感じ。え、ちょっともう一回聞いてみよう。あ、今のいいね。じゃあこれにこういう感じで足してみたらどうだろうみたいなのを、まあ、繰り返して、 えー、アンドに収録されてる楽曲も作りましたこうベースだけでこういうことが起きるわけですからそれを全ての楽器入ってる音分それが行われてさらにその組み合わせがどうなのかっていうところもですねあのー、考えてですね一つの楽曲ができてるわけですね、えー、こちらに届くまでのシルクロードの長さやまあど,どんな仕事もそうなのかもしれないうんやっぱりあーこう 発表する前発表というか完成させるまでのねプロセスっていうのはやっぱねあー楽しみながらですけれどもいろんなこう道のりがありますよねやっぱねそれも楽しいんですけどね収録とライブでまたアレンジ変えたりもするんですかああしますこれまたっていうのはどういうことだろうな収録とライブでまたあれンジベース単体のことですかねそれともその楽曲 っていうことですかね。楽曲で言うと、うーん、まあ今のところね、まあライブでまだやってない曲がたくさんあるので、まあ、どういう風に進んでいくかね、わかんないです。まあ、まあライブでやってみて、あ、ライブはこういう風な感じがいいかもねっていうのは出てくるでしょうね。で、まあ、ベースで言うところだと、まあ結構ね、まあアドリブもあるわけですよ、ライブになると。 もちろん、あのー、そのまま、えー、CD に録音された、ね、状態のままが届けるのが最高の場合もあれば、なんかちょっとライブの時は自分のパッションに任せて、ちょっとアレンジとかね、遊んだりして、まあ、届けるみたいな、まあ、それがライブの醍醐味の一つでもあるのかなとは思うんですけれども、まあ、曲によって違うし、そういう曲も出てくるでしょうね、きっとね。 まあ楽曲に対してなのか、ベースに対してなのか。まあ、それぞれそんな感じですよね。3000円が安く思えてくるね。や、そう思ってくださったら嬉しいです。くっそ。6000円にすればよかった。<laughs> うん。難しい。でもそこのさ、値段設定とかもどうなんですかね。なんか結構アルバムって、いや、高く取ればよかったっていうのは冗談ですよ。冗談として、まあ別に根本的な話で、 アルバムって大体2500円とか3000円とか、そういうイメージがありますよね。まあそのかかってる経費に対してのっていうところもあるんだけれども、まあさ、それこそね、原冬者の編集さん、編集者のね、美濃わ介さんとかは、そ自分がブランドみたいになってるから、魚さんに美濃さん、みのさんっていう、濃のさわのさんであるで美濃さんっていうロゴをちょっと入れて、で、まあこだわりもしっかり あるんでしょうけれども、まあ、外見的には漁さんに、えー、ロゴをちょっと入れてカラーリングもそれだけの特別なやつにしてあまあそのすごく何て言うんですかね普通の漁さんじゃない値段で売ってるとかもありますけれどもそれも、うん、度が過ぎなければ結構、うん、作り手側の、うん、気持ち一つだと思うのでなかなか。 難しいところですよね何の話だったんだっけあ三3000円が安くこを向いてくるなそのその話だいやまあまあでも今回は3000円なのでね、えー、超俺たちのおそういう、えー、費やした時間とか、えー、費やした今までの自分の,おその感性とか、えー、そういうものをですね、えー、3000円で買っていただけたらですね嬉しいですね発売しているの収録曲で この曲のベース聴いてほしいって曲は発売してるの収録曲。発表してるってことかな発売してるの収録曲。の収録曲の中でってことでいいのかなごめんなさい。違ったらごめんなさいね。ただその、ま、結構コメントとのやり取りでディレイがあるのであくまで予想して <laughs> 答えさせていただくと。うん。この曲のベース聴いてほしいっていう曲か。うーんとね。 「ただ踊れ」っていう曲が入ってるんですけれどもまあ難しいことはしてないんですよただすごくうーん形としては目立たないんだけれどもピリッと効くスパイスというかを入れてるんですよね。 でそこは、まあ、今パッと文字出たかな。まあ、もちろん全部の曲にあるし、まあ、楽曲全体を聴いてほしいっていうのがまずあるんですけれども、まあ、まあ強いて言うならばそれかな感じ取れますかね分かるんないですけど。バラードのベースも好きだったりするんですけど試行錯誤に違いはありますかあバラードとねうんやっぱバラードはそうっすね楽曲のやっぱ色によってうん違うっていうことはありますね。 まあでも、バラードにおいても、まあそうじゃない、まあ、テンポ早めの曲においても、まあ、まずは歌を邪魔しすぎないっていうところは、うん、あんま変わんないですかね。バラードでも気をつけてるし、かといってバラードだけで気をつけてるわけじゃないし、うん、まあだから試行錯誤的に違いはそんなにないですね。同じような、うん 脳内プロセスを経てて練ってます、ねまあでもやっぱ、うんあまあ、そうかなそうかな間違いないかな。岡選手のニューテーマ「スピードスター」についての解説あまあこれはすごくあの何、ー、て言うんですかね岡選手のイメージで森君が作ってああいいねっていう。 すごくいいじゃんっていう感じだったのでなんか非常にスポーティーな感じですよね、うん、楽曲としても、うん、すごくスポーティーさを感じるしなんかそういう人に対して森くんが書いた曲なのでなんかそのうん味みたいなの,そのどちらかというと、まあ、もちろんその要素もあるんだろうけど森くんの内面から出た歌詞だとかメロディーというよりはこう誰かのから まあその場スピードスターの場合は岡選手だけれども岡選手から得たインスピレーションを持って生み出された曲なのでなんかそういう要素がやっぱありますそれはそれですごくいいことですよねなんかこのスポーティーさというかうなんかそういうのを味わってもらえる楽曲かなと思います曲としてもいいしね の色々と聞くとすごく安く感じるかかってみて、初めて cd 出るまでこんなに人の時間と手間がかかってるのかってびっくりした <laughs>。本当だよね。やり取りも大変だしね。いや,いや、ちょとまあやり取りも大変つうか。まあ、やり取り大変にしてる側の人間なんだろうなと。俺は自覚してるからさ。なかなかそうそうだねってね。なんかこう偉そうに言うのは申し訳ないんだけれどもそうですね。 いやー俺ちょっと今日思ったんだけどさこれやっぱこうしないみたいなことの連続だし、うん、そこでこう意見を言い合ったりもするし、まあ、そういうことも経てね一つの CD がね出来上がってるわけですよね。まあ、もちろんそのレコーディングとか、うん、まあその技術者の方たちの関わりもありますしね。 西健さんの出番はあったこればかりでごめんなさい、えー。西健さんの出番はあります。ただ、えー、あの、ね、ちょうど昨日西健さんと連絡取ったんですよ。えー、楽曲をはあの収録曲を発表して、西健さんっていうのはあの僕たちの今まで出した C.D. をですねサウンドプロデュース何度も何度もしてくださってる方でですね。まあ、僕たちと一緒に中野サンプラザの舞台でもですね一緒にライブやってくれた非常に。 えー、僕たちの作品には関わりの深い方なんですけれども、えー、今回もやっております、一緒に。ただ、それがどういう形かで発表できて、どういう形で参加してくださってるかっていうのはですね、ちょっと昨日の錦屋さんの連絡取りまして、まあ、方向性が決まった、方向性が決まったというか、まあ、まあそういう連絡をしたので、まあ、発表したいと思います、しかるべき時にはい しかるべき時ににって嫌いなんだけど、あるよね、どうしてもね。ジャケット超かっこいい。ありがとう、ありがとうございます。そう考えると、原価率めっちゃ高いですよね。レイズナップすぎる。そうね。だから、なんか、あの、ある意味、うん、3000円っていう、まあ、2500円から3000円から3500円くらいみたいな、なんかこう、変な固定概念みたいな、そういうもんだろうみたいなところに、多少縛られてる要素もあるのかなっていう風に思いますよ。特に音楽なんてさ、 そこのお原価だけで考えて値段設定というか、結構その自分のスキルに対してどういう値段をつけていくかっていうところで、非常に形のないものに値段をつけなきゃいけないっていうところもあるので、なかなか難しいところありますけど、まあ、もしかしたらどんどん変わってくるかもしれないですね、そういう予想はしてます、アーティストごとに同じ10曲入りでも、アーティストごとに全然値段違うみたいなことが、全然ありえると思います、近い将来、そう思ってます、僕は。 えー、ウェンヤナさんは2、3曲ぐらい入ってる、あ、そこら辺もね、まあ、そこにフィーチャーした、また配信なのか発表なのかあると思います。はい。そう、いろいろね、歌っていただいたのでね、嬉しいっすよね。アコースティックバージョンの時と通常の時で弾き方とか違うんですかあなるほど。いい質問。 うーんと違う曲もあるし意識してる曲もあるっていうのがえ非常にあのいやどっちやねんっていう感じで申し訳ないんですけれどもまあ本当そうですで違う時はじゃあどういうことかっていうとやっぱりその音数少ないしうーんアコースティックバージョンの時はえギターはアコースティック俺たちのアコースティックバージョンって多いのはギターはアコギで掃除はドラムは花ン っていいうところが多いので,で俺はこのままっていうところが多いのでうん例えば完全にバンドのフルバンドの時のフルバンドの時と同じ弾き方をするとアンサンブル的に邪魔をしてしまうっていう時があ出てきますので、まあ、例えば単純にねこう弾くところをアコースティックバージョンの時はちょっとこう丸み。 こ,う指をこの指を使ってですね丸みを帯びたこの強弱とおどこを当てるかを変えてですね出してちょっと音を丸くする感じにしてみたりとかそういう違いを出す時は出す曲はありますねはい。ということはもう9時だねありがとうございました。やっぱこうコメント とやり取り取するのも面白いな自分でバーって言うのも面白いけどなそれはそれかまたじゃあ、えー、今日はですねまとめますとちょっと待ってねはいということでまとめますと、まあ、ベースはバンドの中間管理職ドラムとですねその他の楽器をこうこうつないで、まあ、中間のところで、えー、楽曲のカラーをですね まあこうまあ、カラーの一つとして、えーうん、存在してるというのをちょっとねちょっとでも分かっていただけたら嬉しいですし何度も言ってますけれどもそんなの分かんなくても OK です。はい、特に本当に僕たちのアルバム新しいアルバム「安藤」に関してはですねもちろんさっきみたいにやりますけれども。 たまにはこうベースは実はこういうスパイスを入れてみたいなのはね、お楽しみの一つとしてやりたいですけれども、まずはやっぱり本当楽曲全部、アルバム全体を聴いてほしいなと思っております。はい。まあ、ちょっと話がかかっちゃったなごめんなさいね。はい、ということでそんな感じでベースは中間管理職というのをですね、ちょっと実践しながら解説してまいりました。えー、ぜひともですね、フラチュラリズムの6月17日の何度も話し っててしま申し訳ないんですけれども、アンドというアルバムが出ますので、ですねぜひともお手に取っていただけたら嬉しいですし、うん、なんか本当にあの、単純にね、昨日ツイッターでもつぶやいたんですけれども、単純に、えー、自分たちの、まあ、俺個人としても、本当に聴いてほしいな、なんかみんなに聴いてほしいなっていう、だ隣のおじさんに聴いてほしいなみたいな。 ちょっとすいません僕バンドやってるんですけどあのかっこいいアルバム作ったんでちょっと聴いてもらえませんはみたいなそういうことも <laughs> いやなんか下手したらやっちゃいやっちゃいそうなぐらいの気持ちになったアルバムなのでねぜひともね聴いていただけたら嬉しいです本当とにはいということでえー、明日も「今なんです」ありますのでですね皆さんあお楽しみにいただいて、えー、お楽しみに ししててていいいいいたたただだですねね、えー、それぞれぞ大切な時間を、ね、過ごしていただきたいなと思いますまた、クロスする時この今はネットというところでございますけれどもこうそれぞれがねみんなが、えー、過ごしている時間がねクロスする時最高に楽しい時間を過ごしましょう。今日は、えー、1時間ですけれどもありがとうございました。えー、またお会いできるときを楽しみにしております。ということで、えー、今日のお相手はプラチナリズムのベース竹内和弘でした。さよなら 「はこれから」